こんにちは、タロタロです。ついにやってまいりました、第3回タロチャレの紹介動画になります。今回も前回のリッカさんと同様に凄腕のタッチプレイヤーの方に協力していただきました。早速ルールとかを紹介したいところなんですが、ちょっと今回から前回までのタロチャレで投稿していただいたタイムの中で、一番早かったタイムとか、それを紹介していこうかなと思います。で、第2回の時に第1回の紹介もしなかったので、今回は第1回と第2回をまとめて紹介します。ただ自分の目に届いてない動画もあるかもしれないので、その時はコメント欄で教えていただければ助かります。ではまず第1回の激ラーから。激ラーは今ある動画の中だと自分が上げた3分53秒、これが一番早いっぽいです。ただ一人確か自分より1秒か2秒かくらい早かった動画を上げてた人がいたんですけど、ちょっと今見たら消えてたかなんかで見えなかったんで、動画残ってる中の最速は3分53秒で、自分が見た中だと確か3分51か2かそのくらいだったと思います。そして第2回の大賀、こちらはリッカさんの3分50秒になります。リッカさんに激うま参考テイク4分2秒のやつもらったんですけど、なんかその後やってたら10秒以上更新して、ついに3分台を出したみたいで、相変わらずの化け物っぷりですね。第2回だとその他にも3分台を出した人があと2人くらいかな。第1回も第2回も3分台っていうのがかなり高い壁になってるかなっていう感じです。よかったらそこの壁を狙ってチャレンジしてみてください。さあ、それでは第3回の説明に参ります。第3回は立ち会のプリンスことアビスフェルンさんに協力していただきました。アビスさんは常日頃からタチ TA を投稿していて、タロタロ杯でも第1回2回4回で準優勝を取る実力者の方です。今回はそのアビスさんにエンサマゴドを走っていただきました。それでは今回のルールを説明していきます。今回も前回と同じく投球レベルは201、ステージは闘技場の25分クエストになります。そして前回と違ってお供も盟友もなしになります。完全ソロですね。そして装備に関しては武器の回連性はありですが、防具の回連性はなし。そして5席は攻撃レベル3とレベル2スロット相当のものに制限しています。最後にお団子火事場はなしです。そして今回もアビスさんと話しながらタイムランクを設定しました。 B ランクがタチの使い方を知っていて、なんとなくモンスターの動きが分かってきたくらい、A ランクがほぼモンスターの動きを理解して無被弾で立ち回れるようになったくらい、そして S ランクが精度よく効率よくダメージを取れるようになってきたくらいかなと思って設定しています。ただ毎度のごとく S ランクはかなり厳しいと思うので、よかったらチャレンジしてみてください。で、もしチャレンジしてみてタイムとかが残せたら、 Twitter や YouTube にハッシュタグタロチャレとかで動画を投稿してみてください。最低限装備とルールにのっとってるかが分かれば十分です。そしてもしやってみたいけどちょっとクエスト持ってないっていう人のために、一応交換用のディスコードサーバーを立ててるんで、クエストが欲しいよって方がいれば、よかったら概要欄のリンクからディスコードサーバーに参加していただけたらと思います。そして今回もですね、装備やプレイの立ち回り用にアビスさんに参考動画を撮ってもらいました。で、フルの参考動画に関してはアビスフェルンさんのチャンネルに投稿されるので、そちらをご覧ください。概要欄とかにもリンクを載っけておきます。そしてこの動画の最後でもその参考動画からちょっとずつかいつまんで紹介します。今回もね、もうかなり意味わからんタイム、意味わからん動きをしてるんで、ぜひアビスさんのプレイを見に行っていただければと思います。それではご覧ください。成し遂げる、キリエンピーをつけろ、全てをぶつける、キリエン万丈、ハンターの誇りにかけて、ハンターの誇りにかけて